はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文の第3回ですね。タイトル、この古語は覚えておこう丸1っていう、まあ、若干センスのなさを感じると思うんですけど、こんな感じでやっていきます。で、タイトル通り、まあ、古文単語ですね、を10個ずつです。10個で、計動画3本やる予定なので、まあ、30単語やっていきますので、まあ、まずね、この状態で意味がね、できそうな子はぜひ動画止めてやってみてください。で、ちょっとね、確認してもらって、不安な単語とかがあれば、今からね、自分の方が一個ずつね、説明しながら書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番の美しからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、早速ね、やっていくんですが、古文単語をやる理由っていうか、やっておくといいよっていう理由をちょっと説明します。手短に済ませますんで。で、まあこれ見てくれてる方の中で、まあ自分の学生時代と同じように古文が大嫌いな方もいらっしゃると思います。もう全然解けねえっていうか読めねえよみたいな方もいると思うんですけど、古文に関しては、まあ中学校のね、古文に関しては、単語、こうやって、を知っておくだけで、英語の単語を知っておく、例えば一個の単語を知っておく効果が全然違うんです。こっちの方が高いん、効果が。で、なんでかっていうと、古文っていうのは、まあ、もちろんね、地域によったりとか、私立だったりね、すると違うかもしれないんですけど、英語の長文に比べたら短いです。かなり。短いと。ってことは、短い分、一個の単語を知っておけば、文の流れがつかみやすくなります。っていうのと、あとは、覚えるべき、まあ、かんでるな、覚えるべき古文単語、古語の数がそんなに多くないんです。英単語って高校受験でもかなりの数を覚えないといけないでしょ。でも古文単語、古語に関してはそんなに多くない。ってことは、有名どころある程度覚えておけば、それが出てくる可能性がかなり高いんです。どっかは引っかかるっていう。で、そうするとその文が読みやすくなる。で、文が読めればある程度解けます。古文に関してはコツをつかめばってとこもありますけど、なので、そんな感じで、ちょっとでもね、こう効果が出ればと思って、まあ、30単語、予定ではね、もうちょい増えるかもしれないですけど、やっていきますので、よかったらね、お付き合いください。では、前置きね、長くなりましたが、まず、美しからいきます。で、これは、美しいっていうのと、まあ、似てますよね、見た感じも。で、美しいって意味もあるんですけど、どっちかというと、まあ、可愛らしいっていう、意味の印象が強いです、個人的には。でも、美しいでも、消した。いけますので、これでも OK。で、今回は、交互に、ちょっと狭いんでね、赤、青っていう交互に書いていきます。見やすいように。で、次、驚くです。で、驚くは、今で言うびっくりするみたいな感じではなくって、基本的に、目を覚ますっていう。あとはね、まあ、気づくっていう、はって気づくみたいな。いう意味もあるんですけど、基本的に目を覚ますでいけるかなと。まあ、もし余裕があったら、はって気がつくみたいな。ね、そういうのも覚えてください。まあ、驚いて目を覚ますなんて、覚えさせ方か、をする先生もいますけどね。で、3番、意図です。もう、これは超重要ですね。よく出てくる。で、意図っていうのは、とてもって意味になります。これ必ず、まあここに載ってるものは全部ね、覚えてほしいんですが、もうその中でもトップクラスに大事な単語、とてもです。で、ちなみにこれカッコにしておきますね。意図に対してほにゃららないっていう、まあちょっと否定みたいな感じの言葉で使う意味もあるんです。で、これはですね、意図を使った最後の方に否定を表す言葉をセットで使う必要があるんです。それを使うと、大してほにゃららないじゃんみたいな使い方もできるんですけど、まあ、ひとまずこっち、とても覚えてください。で、次が梅雨ですね。梅雨かな。ちょっとイントネーションがおかしいかもしれないけど、で、これは若干逆ですね。伊藤のこれ、わずかにっていう、伊藤はとてもなんですけど、梅雨はね、わずかにという意味になって、で、これは大してよりはね、よく出てくるイメージがあるんですけど、全くほにゃららない。あ、まあ、少しもほにゃららないっていうのもあるんですけど、書き方としてはね。で、これも、梅雨を使って、最後に打ち消しっていうのを表すのを持ってくると、全くほにゃららないと
いう意味の使い方もできます。が、ひとまず右側だね。わずかにとか、とてもっていうのを覚えてください。で、ふみですね。で、これは、まあ、ピンとこないのかな。俺とか、もう30代になってるとよく見ますけど、手紙のことをふみって、ふみかって言いますけど、まあ、手紙のことを表します。で、これもカッコにしときますので、余裕があれば、これ学問でね、使う時もあります。まあ余裕があればね、覚えておいてください。ちょっと曲がってるから大丈夫かな。で、次、景色です。で、これは、今で言う景色と同じです。で、もう一個大事な意味があって、様子、まあ、誰々の様子みたいな。ごめんね。意味で使うこともありますので、まあ、景色と様子ですね。二つ覚えてください。で、次は月々詩です。月々詩。で、これも有名ですね。まず、おそらくね、よく参考書とかに載ってる書き方。につ、おかしい。なんでまだ、ごめんね。につかわしいね。かましいって書いてた。につかわしいです。意味。月々詩って言われたら、似つかわしいと覚えてください。ただ、似つかわしいって何っていう感じの方が多いと思います。これね、ふさわしいって意味なんです。似つかわしいって。だから、ふさわしいで覚えてもらっても構わないんですけど、訳すときに、こういう感じで書いてもね、ふさわしい。似つかわしいって書いた方が安全な気がします。その訳を書くとしたらね。ごめんね。で、次、糸星ですね。糸星。で、これは、まあ、前回までに、金遣いか。やってきましたけど、まあ、糸押しですね。方が王に変わって糸押しなんですが、まあ、糸星、もう直す前の状態だと、これで、インクが多いな。気の毒だという意味になります。で、例えば、今で、ほにゃららのこと、愛おしいぜ、みたいな。これ、ピンとこなかったらごめんね。愛おしいって言うんですよ、今。愛おしいってなんかこう、好きみたいな、可愛いな、みたいな感じで使うんですけど、一応、この愛おしいにもあるんです、その意味。可愛いみたいな。でも、ほとんど使わないです。基本的には気の毒だっていう意味で使えますので、こっちで覚えてください。で、ラウタシですね。で、これも、ラウがロウに変わるんで、ロウタシなんですけど、直すと。で、元々の形、ラウタシで、これが、可愛らしい。っていう意味になります。まあ、美しもね、可愛らしいでしたけど、ラウタシ、これで可愛らしいと。で、ラスト、明日ですね。で、これ明日、まあ、今で言う明日って言いたくなるんですけど、基本的に朝のことを表します。明日で。あとは、まあ、朝と似てますけど、その訳すときにこっちの方がしっくりくるっていう場面も結構ある。翌朝です。例えば、なんか、ほにゃららのことがありました。明日、ほにゃららって言ったら、翌朝、こうこうこうです、みたいな話を続けるときにね。そういうふうに訳した方がしっくりくることもありますので、まあ、朝、翌朝、まあ、大してね、そこまで大きな違いはないんですけど、ぜひね、細かいことですが、そこも覚えてみてください。では、まずね、この10単語やっていきました。今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、最初にも話したように、一応30まで行こうかなと。まあ、この古語は覚えておこうシリーズ、丸3までですね、動画やっていくつもりなので、まあ、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。